日本滋賀県彦根市大道町大道町は滋賀県彦根市の大技。北は片山町、北東は千尋町、東は淡路中町、南は海津町、西は金沢町に隣接している。江戸期は太東村であり犬上郡のうち。彦根半領村高は関栄校長、玄独郷町、天保校長。 休校給料それぞれ627国余りで変化はなかった。スケゴウは中仙道港宮宿のに加スケゴウ。村内には、教法二年解散の新言、草木吉商事があった。明治五年滋賀県に所属。同十三年の村の状況は、土地が平坦で地味は、厚し探し、水利の便も良かったが、水害を免れなかった。人口二百。 個数54、うち47件は、農家で米、麦、大豆、菜種、用タバコを生産する傍ら、旗織などの製造を行い、高3件は大工、お化粧、小4件は布、茅を東京に輸送、販売し、あるいは物具を九州地方へ輸送、行商していた。単別45兆余り、他39兆5単余り、畑1兆3単余り、 宅地一丁六単余りなど、荷車二両を使用。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。